おはようございまーす。喉やば。なんだろうこれ本当に。パチンコ屋さん行くと結構あれだよね、喉痛くなんだよな。どうだった？負けたんよ。勝ってたらツイートするだろう、私はいつも。ねえ。順調裏時はいつもツイートするやん。ツイートしないってことは負けたってことだ。いくら1万ちょっと。いっぱいある。いつも。ちょっと出ないな。笑ってんのか泣いてんのか分かんないモードみたいなさ。笑いすぎて泣いちゃうみたいな。分かるでしょ。あのモードの時は楽なんだよね。だって今そんなにめちゃ、あ、でも涙、あ、出てきた。出てきた、まゆんちゃんが投げてくれてる、いつもまゆんちゃんが。まゆんちゃん、ありがとう。いつも、たくさんね、お茶箱ももらってね。嬉しい。ありがとう。たくさんね、私にね、たくさんやってくれて。みたいな。涙出ねえよ。これ、のり弁。これが、さっき話してたスーパーのね、スーパーのお惣菜の海苔麺。耳が悪いとか今、いい加減にしろよ。はい。失礼しちゃうね、耳が悪いとかね。いただきまーす。もうそうだよね。これ390円、まあ安いんじゃないかな。上がっちゃったんだよ。ターシーちゃんお茶ばかりありがとう。そう。こちらこそありがとうございます。うるせえな。じゃあいただきまーす。のり弁久しぶり。朝ごはんでいただきまーす。でもね、オリンピックはね、ご飯がまずいんだよな。お弁当でさ、ご飯がまずいっていうのって結構致命的だよね。なんかね、柔らかすぎっていうか、米があんまりいいの使ってないんだよな。だからお寿司とか、スーパーで買うと美味しくない、シャリがうまくないから、ね、ネタはいいとしてもね、なんかご飯系はあんまり買わないって感じ。お蕎麦とかさ、うどんとかだったらそんなに大差はないじゃん。スーパーとかの惣菜ってね。ただご飯、お弁当っていうのはやっぱりね、ご飯に差が出てくるよね。あ、お茶ばかりありがとう。だからああいうオリジンとかさ、ほかほか亭とかありますけど、ああとこはやっぱりご飯が美味しいよね。ちゃんとね、いいお米を使ってる。じゃあ文句ば文句じゃなくて今レビューでしょ、これレビュー。美味しい。おかかと醤油があって美味しいね。やっぱ海苔弁は、海苔の下はね、おかかよ。これがね、醍醐味。この下のおかかがないとダメなんだよね。海苔の下におかか、さらにその下にご飯、ほかほかご飯だよ。当たり前のこと。でもさ、普通にお弁当作るときは、みんな家でやるときは、あれだよね、まず海苔を焼くでしょ。軽く海苔を、火で炙った海苔をね、上に乗せんだけど、下のおかかは、もう先に味をつけちゃう。ね、
あの、だし醤油かなんかでね、あの、まあ、麺つゆとかのみんなの味を染み込ましてからこう引いて、みたいな。海苔焼かない？はぁ？バカじゃないの？海苔は軽く炙るんだよ、使うときは。炙るの、コーヒーみたいに。ねえ、パリパリになるんで復活すんなよ。超美味しくなんだかな。知らないよね。意外と知らないんだよね、そういうとこね。ダメだよ、何年主婦やってんだよ。ねえ、彼氏のお弁当作るときもちょっとね、炙ってあげてね、パリッとさせんだよ。ガスの湿気じゃなくても海苔を使うときは一回やった方がいい。コンロとかそう、火でね、軽くね、軽くふわっと上からこう炙ってあげると全然違うかな、味がね。うん、少なからずだって湿気ってんだからさ、開けた瞬間にもう湿気ってんだから。うん、あら、唐揚げも美味しい。うん、昔お母さんやってたでしょ。うちのお母さんもやってたもん。おにぎり作るときは、海苔をふわーってやってから、こう握ってんの見てるからね、私の。あれはもうテクニックだよ。いい海苔は、炙ると香りがね、そんなさ、いい海苔なんかおめえが食ってるわけない。黙っとけっつうんだよ。な？どうせ業務スーパーの海苔だの？ね、お正月ぐらいだろ、いい海苔食うのは。黙っとけよ。だいたい業数なんだかな。でも業務スーパーも、ものによってはね、いいものあんだよね。私、業務スーパーの冷凍餃子とかさ、シューマイとか結構好きなの。なんかいっぱい入ってんね。いっぱい入ってて、ただね、肉の、なんつうのか、シューマイとかのさ、豚の匂いがええとか思うのがあるんだよね。ちょっと臭いみたいな。日本の冷凍のシューマイとか餃子に比べて、ちょっとなんか独特な匂いがするっていうかさ。いや、段ボールいいね。それはあれでしょ、肉まんでしょ。うん。コストコね。でも私はコストコあんま好きじゃないんだよな。コストコのなんかピザとかでしょ。ねえ、なんかいっぱいあるよね、デカ盛りみたいな。なんかコストコはね、好きになれないんだね。キャバクルーちゃん、ありがとう。コストコ行ったことあるよ。ただ私は会員じゃないけどね。あれ、会員じゃないといけないじゃん。だから会員の友達と一緒に行くか、ねえ、なんか年会費みたいのかかるでしょ、コストコってさ。入ってる友達となんか一緒に行くみたいな感じじゃない？ねえ。それでみんなにまとめて買ってシェアするみたいな。量が多いからね。うん。トイレットペーパーはじゃあ一人ずつ分けるとかさ。うん。コストコのドーナツ私プレゼントもらったけど、あ、でもフードコートが美味しいんでしょ？コストコの中になんかフードコーナーみたいのがあってね。そこでなんかランチしてる人とかもいるんだよね。うん。ホットドッグとかね。有名だよね。うん。だって昨日ね、私ね、スーパーに行った時に、ね、オリンピックにもフードコートがあるんだけど、そこチラッと見たらさ、もうおじいちゃんおばあちゃんしかいないからね。オリンピックのフードコートは、おじいちゃんとおばあちゃんこう休憩してるみたいな。そうだ。飲み物飲んで。老人。それか、サラリーマン。ちょっとなんか仕事の合間かなんかわかんないけど、こういうなんか、ネックストラップをつけてるサラリーマンとか二人ぐらいこうやって座ってね、休憩して、その営業マンみたいな。じゃあね、そこのスーパーに一回ね、
フードコートを抜けないとトイレに行けないのよ。なんか不思議な構造になってて、で毎回毎回トイレ行くときに、フードコートを抜けて奥の方にトイレがあるんだよね。あるでしょ。で、その手前に、トイレの手前になんかちっちゃいゲーセンみたいなのあるの。なんかあの10個ぐらい景品が入ってて、1位は任天堂 DS みたいな。なんかボタンかなんか押すのかわかんないけど、一等賞が任天堂 DS で、2位がなんかあのディズニーランドのチケットみたいなとかさ。ガチャガチャのやつかも。いや、絶対やんな。当たり入ってないよね、スーパーかなんかね。入ってないよ。だってあんなんで、ね、私当たったことないからね。散々やってきたからね。お祭りもそう。お祭りでも、1等、2等、3等は当たったことないよね。うん。あと、町内会のくじとかね。あの、玉をガラガラガラってやるやつ。で、昔はお父さんに頼んでたの。お父さんってね、一等が欲しいって言うと、うちの親父が、おいとか言ってね、その一等をよこせよとか言って、一等をもらえるのよ。なんか1000円くらい使って一等をもらっちゃうのよ。最初はやるけどね。怖い。知り合いね。大体敵屋さん全員知り合いだからさ、川崎の。なんか言うともらえたんだよね。そのお祭りとか行くとね。あ、坊ちゃんみたいな。坊ちゃん来たみたいなさ。ね、坊ちゃんいらっしゃいみたいなさ。何欲しいのみたいな。そんなんつまんない。で、あっちも当たんないとなんかヒヤヒヤしてんだよね。なんか、ね、なんか、なんつうのかな、こうさ、アイスを使ってるし、わーって、坊ちゃん、すごいみたいな。ねえ、そういう思い出があるけど、お祭りとかね。うん。なんか、敵屋さんとかね、だから昔、たこ焼きのバイトとかもやらせてもらったんだよ、私。高校の夏休みとか、熱海で、結構熱海が、知り合い多かったから、夏休み熱海の旅館に泊まって、その、海の家でバイトしてたんだよ。海の家でたこ焼き焼いたりとか、お手伝いみたいな。それで1日3万円とか5万円とかもらえる。すごいじゃん。で、みんなチップとか来るね、坊ちゃんとか言ってね。坊ちゃんとか言って。ね。しかも全然仕事してないんだ。ジュースとかさ、飲み放題だし、全然仕事してないんだ。ね、自分が売る側なのに、なんかいろいろね、周りにいる敵屋さんとか持ってきてくれるの。お好み焼きとか焼きそばとか。ねえ、だから夏休みとか熱海とかでね、そう、なんかそういう思い出があるね、昔はね。うん。懐かしいなーって感じ。お父さんはなんか今行方不明、会ってないね。うちのお母さんと離婚してから全然会ってないね。いや、行方はわかんない。だって連絡先も知らないし、ワンチャン配信見てそうだけどね。風の噂ね。だってもう離婚してんだよ。離婚。私が、専門学校ぐらいの時に離婚したかな。もう相当経ってるし、なっちゃう。だから18とか19、専門学校っていくつだっけな。それぐらいに分かれてるかな。いや、元気じゃん。連絡がないってことは元気やん。そうでしょ。
なんかあったら連絡来るやん。私たちにね。ねえ、うまく再婚してんのかもしんないし、ねえ。うん。まあ、死んでなきゃいいって感じだね。反社の子供は日本から出てけ、ふざけんなよ。ねえ、何が反社だよ。知らねえよ。生まれ先なんてね、子供は選べないんだから。じゃあ反社じゃねえし、うちのじじいは。じじいじゃない。親父は。反社じゃないか。うん。じじい言っちゃったね。初めてじじいって言ったよ、親のこと。生まれて初めて、親父のことをね。私は親父とも言わないかな。父親のことはパーパーって言うか。パーパーって。パーパーまあまあだから、うちはね。お父さんとも言わないし、お母さんとも言わないの。パーパー、まあまあだから。いや、なんかね、みんなそうだってね、うちのお姉ちゃんも弟もみんなパパママだったね。外で、親の話をするときはお父さんがね、とかお母さんがねって言うんだよ。パパがね、とか言わないけど、お外用と家用が違ったんだよね。うん。うちの親が、とかね、父親が、とかちゃんとね。うん。ジョリさんは何何歳 ?38 歳。大体スナックなんか、やってる親の子はヤクザの息子が、まあね、多いよ、確かに。夜のお店はね。だから違うつの、反社の息子じゃねえかな、私は。何度も言うけど。うちのお父さんは、仇だよ。ねえ。何回も言うけどね。うちのお父さんは反社じゃなく普通の人だから。そう。いや、おじいちゃんがそうであって、お父さんは普通なの。おじいちゃんが有名な人でね、その反社の。で、お父さんその息子だったから、まあ、なんつうのかな。そういうお友達が多かったけどね。うん。そう、何組藤沢組だよ、そのまんま。ただ今はもうないみたいよ。おじいちゃんが亡くなって、なんかあるのかないのかわかんない感じ。うん、解散みたいになったんじゃない、9週間。うん、だってペアチョコって言っても、だって地元の人はみんな知ってるからね。みんな知ってる話だから別にいいんじゃない、だってみんな地元の人じゃないじゃん。ね、別に隠すようなことじゃないし、別に。で、そういう 家だからこそ、なんかね、不遇があったりとかじゃないから、私はさ。家出したのも自分の意思で家出したし、別に家柄がどうのこうのとかね、そういうのはないかも。もう大事に大事に私は育てられたし、親とかにね。逆にありがとうって感じ。そういう家に生まれて、すごい感謝してる。ねえ。うん。ちっちゃい頃とかあったんだよ。小さい頃は、あーって水商売の家だのとかね。お前の母ちゃん、スナックで働いてんのとかさ、親父はヤクザなのとか言われたりとかあったけど、ねえ、それは小学校と、小学生ってそうなるじゃん。うん。それは結構嫌だったけどね、その時。いや、職業なんてさ、別にいいじゃん。ねえ。幸せね。幸せにね、子供とか育つんだったらさ、ごちそうさま。創価学会は反社を受け、創価学会だったのはおばあちゃんだよ。ね。おばあちゃん。うちのお母さん方のおばあちゃん。ねえ、そっち系反社だったのはうちのお父さん側のおじいちゃん。
そう考えるとね、特殊な家だけど、他の家よりは、もう、なんつうの、幸せだったよね。だって、洋服だって、新しい洋服をすごい、なんかブランドみたいな服を子供の時からだよ。ね、何万円ってする洋服着てたし、ね、靴も新しいの履いてたし、で、食べ物だって家にね、カニだの、エビだの、もう、おみや、ね、何万円するメロンとか冷蔵庫に入ってたしさ、うん。そうなんだよね。モイは知ってるって、だって私は関係ないじゃん、だって。ね。もうじいちゃん、おじいちゃんは死んじゃったじゃん。お年玉30万ぐらい。毎年。で、その若い衆みたいのがさ、お年玉をさ、持ってくんだよ。あの新年のご挨拶来るの。どうもーつって、どうもーって、あげましておめでとうございますとか言ってね、こんなになってさ。私もよろしくお願いしますみたいなさ。それ、あーって、坊ちゃん、あー、坊ちゃんいたのそこにみたいな。それは持ってきたからねとか言って、こうやってさ、シュッてね、こっから出してさ、シュッて。ほらって、坊ちゃんあげるよって。お年玉とか言ってさ。あーって、ありがとう。ありがとうございます。みたいな。でお正月になると一日で結構来るも10人ぐらい。だから、なんか人を来客、なんかご挨新年のご挨拶みたいなのいっぱい来るんだよね。だからうちのお母さんも大変だよね。あの、おせち料理とか料理を振る舞わなきゃいけないから家来てるからさ、もう大量におせち料理作ったりとか、お雑煮作ったりとか。ずーっとね、お正月の間はずーっとうちのお母さんキッチンから出れないみたいな。うん。もうずーっとキッチンに立ってる。なんか休むの、休んでるとこ見たことないもんね、私お正月。もうずーっと料理を出してるみたいな。来客が多くての。大変だよ。なんで親は離婚したの？まあ、そこら辺はね、いろいろあったんじゃないの？別にここで話す内容じゃないしよ。うん。いつ離婚したんだか専門学校ぐらいの時になったし、大きくなった。でも、なんか、前々から別れようとはしてたんだよ。してたんだけど、うちのお母さんは結構我慢してたもん。ずーっと何十年も。10年ぐらいかな。待っててくれって言われてたんだけど、子供がやっぱりいたかな。子供が、みんなね、あの、学校卒業するまでは、待っててくれみたいな話だったんだって。そう。で、うちの母さんはずーっと我慢して待ってたんだよね。あの、いろんなことがあったんだけど、言えないようなことがいろいろあったんだけど、ずーっと我慢して待ってて、そのタイミングが来た時に別れたって感じ。うん。そうなんだよ。いつからオカマになったの？もう気づいた時幼稚園ぐらいからだよね。ただ私バイセクシャルだったんで、最初ね。女の子も好きな人がいて、女の子も好きだったの。好きな女の子もいて、好きな男の子もいたんだよ。両方好きだったの。最初ね、幼稚園の時。それで、幼稚園の時に初めて、男の子とね、そういうお遊びをしちゃったの。そっから、初めてがそうだったから、もうずーっと、なんつうのかな、そういう感じなんだよね。うん。それは初めて聞いた。いや、結構言ってるよね、私ね。うん。精神的面では、女性とは付き合えるかもしんないね、もしね。例えば、ももこちゃんみたいのとかさ、ゆりちゃんみたいのとかさ、精神面ね。で、エッチとかは無理だけど、普通にお友達感覚みたいな感じで付き合ってくるのは可能かもしれないね。うん。人間としてね。うん。おすすめ規制になってないでしょ。幼稚園児に初めてである。いたずらされたんだよね、私ね。
お友達でケンちゃんっていうさ、5つ上かな ?5 つ上のよく遊んでくれるお兄ちゃんがいたんだよ。あっちは小学生だったの。で、ある日、なんかいたずらされたんだよ。あの、おちんちん触られたりとか、お尻の穴いじられたりとかね。そっから、なんか、なんつうのかな。いたずらされてたの。でもその時はいたずらっていうか遊びみたいな感覚だよね、子供だからね。うん。幼稚園児にして限り、でもなんかおかまちゃんとか結構多いよね。早熟というか、みんな話、おかまの話とか聞くと、大体みんななんかその幼少期とかに経験してたりとか、初体験も早いんだよ。うん。いや、それで目覚めたわけじゃないけど、私が女の子みたいだったからじゃない?もともと素質があったんだと思う。男の人騙しちゃうっていうかさ、なんか翻弄させちゃう?あのビジュアルを持ってるからさ、男が勘違いするんだよね、女の子と。うん。いや、昔から私可愛かったかな、女の子みたいに可愛かったかな、そういう男の子に手出されたりとか、いたずらとかめっちゃ多かったんだよ。同級生もそうだし、ちょっと体触っていいとか、女の子みたいってね、ツルツルとかさ、結構触ってくんだよ、男の子が。こういう。ね、ドーンって感じでしょ?だから痩せてたよね、やっぱね。急激に、やっぱ配信してから急激に太ったっていうかね。あ、これ前のお店のママと一緒に撮ったやつだね。この人ね、テレビ西川口の有名なママなんだけど。私もう顔酔っ払ってんね、これね。相当顔酔っ払ってる。綺麗でしょ、このママね。そう、デコルテ姉さんみたいな。狭間寛平って言われてんだよね。なよくね、あの、お店を終わった後に、ね、こうやってね、地面で寝るのが恒例なんだよね。店の前の地面でこうやって一緒に寝るの、手つないで。こうやってね。いや、かなり迷惑だけどさ。なんか酔っ払って、いつもね、地面ででんぐり返ししたりとか、なんかね、地面でね、柵をさ、越えてね、壁に激突したりとか、うん。よくね。わかんない。だってもうベロンベロンに酔っ払ってるからさ、わかんない。みんな遠くから見るとこんな感じだよね。こうやって。こういう風にね。こんな感じだよ。やばくない?だって離婚した人もいるんだよ。私のせいで何人私を別れさせたか。ね、奈々ちゃんのせいで家庭が崩壊しました。でも、奈々ちゃんが好きだから応援するけどね、みたいな。しょっちゅう来るか。なんなのこの言い方、このクソババアとか思うけどね、ムカつかない?奈々ちゃんのせいで別れましたけど、でも好きだから応援しますけどね、みたいなさ。何そのものの言い方は、みたいな。舐めてんのかみたいなさ。クソババアとか。お前のせいだろみたいなさ。ほら。で、ひどい人だと責任取ってくださいとかね。ね、幸せを奈々ちゃんに奪われましたって。この責任を取ってくださいみたいな。うるせえよみたいなさ。性格やばいじゃん。え?いや、その人は、あの、浮気をしてたの。で、浮気の相談を私にしてたんだよ。で、私はその適当に返してたんだけどね。ほんで浮気なんかしない方がいいわよぐらいな感じで、ね。どうせ戻るんでしょぐらいな感じでね。そしたら、離婚しちゃって浮気相手の方に行っちゃったの。ただ、浮気相手だからあっちも家庭があってね。結局捨てられちゃったの。だから一人ぼっちになっちゃったわけよ。そうじゃん。それで、私、幸せを取ったわね、みたいな。あなたに相談したのに、ね、なんで相談を聞いてくれなかったの?みたいな。ね、そんな中途半端な相談のね、答えを出すんじゃない?みたいなさ。
怖いよ。いや、逆恨みもいいと、だから、相談とか私ね、もう聞きたくないの、本当に言ってんじゃん、ずっと。その人生を壊しちゃう可能性があるんで、下手な相談を受けて、アドバイスなんかしちゃったら、その人を誘導しちゃうことにもなるし、やっぱ影響を与えて しまうんだよね、人生に。だから、へーってね、あ、そんなで、ふーんぐらいに聞いた方が、ね、うんうんうんって聞いてるだけでも相手は満足するじゃん、相談してるときね。聞いてほしいんだから、基本ね。ふんふんふん、あ、そうなんだ、へーって、うん、大変、大変、あー、わかるわかる、ぐらいの感じで聞いとかないと、逆恨みされちゃうんだよ。だから、リスナーさんとかの LINE とか DM、私、ふーんとか、へーとかでしょ、いつも。オッケーとか、ありがとうとかね、顔文字とかね。それ以上送っちゃうと、なんかめんどくさいことなんで。一応返事はするの。するんだけど、みんな同じ文章送ってんの。あの、感情を入れない?なんつうのかな?なんつうの?みんな同じように返信してんだよ。昔はね、丁寧に送ってたんだけど、ちゃんと長文でね。ただ、そういう人っていなくなっちゃったんだよね。一生懸命聞いててね、一生懸命答えを出してたんだけど、だいたいそういう人は私の周りからいなくなっちゃう人。うん。そう。悲しいでしょ。悲しいの。あ、涙出そう。これで最初のね、最初のテーマに戻る。涙出そうだな、そろそろ。これだったら出るかもしんない。さっき涙出るか実験してたけどね、こう今なんか込み上げてる。切ないな。一番配信してて何が効くかっつうと、今までね、応援してくれてた人がいなくなることなんだよ。ね、いつも応援しますってね、ありがとうとかね、楽しいとか言ってたくれた人が突然いなくなっちゃったりするとやっぱ寂しいんだよな。それが配信者として一番痛い、私はね。じゃあ本日行きましょうか。時間になりました。今日はね、1時間でやりますよ。もうじゃじゃんとね、今日はやべえよ。で、何をするかというと、この3つをね、一気に混ぜるとモコモコが出んのよ。ブワーっと、こんなモコモコのやつがブワーって出てくるの。危ないっしょ。危ないんだよ。ブワーってガスも出てくるし、ブワーって。だ、イメージとしては、あれ、蛇玉。花火で、蛇玉っていうね、こう丸いやつがあるんだけど、火つけるとうにょ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 って出てくるやつあるじゃん。モコ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 って。あれのでっかいバージョン。なんで?